どうも、皆さんこんにちは。フェリシティです。セガサターンソフトの日焼けの思い出を、の日めくりモードを毎日プレイして、今日が52回目ですね。2023年2月21日です。では早速。もう2月も1週間で終わりですね。早いな、2月は本当に。この撮影してる紹介ソフトのストックもそろそろ切れる頃です。これはどうだろう、簡単なのかもしれない。最近ちょっと考えてるのは、私も SNS とかやった方がいいのかなという、今更なあれがありますね。あれって何？まあ特に重要なことでもないんですけども、まあホームページは開店休業状態だし、まあ掲示板も壊れてるのを早く直せるか、まあ以前も説明したんですけども、もうページのプロバイダー、プロバイダーがその今年の11月で業務を終了するので、早くどっかに変えなさいというお知らせも来てるんですよね。これわかんないわ。なので、まあ、完全なる移転とも、ちゃんとプログラムをきちんとしなきゃいけないんですよね。そういうのも含めても、何か、他に、簡単な連絡して、まあ、YouTube のコミュニティ部分でもいいですけどね。あってもいいのかなと思うんですけど。今更 Twitter とかやるのもなっていうね、思いもありますしね。さて、今日紹介する2022年に購入したサターンソフトなんですけど、今回初めて今まで持っているサターンソフトの購入になりますね。それは何かと言いますと、横なのか違う、わかりにくいじゃない。セガサターンで発見たまごっちです。それではどうぞ。本日紹介する2022年入手サターンソフトはたまごっちパーク、あ違うな、セガサターンで発見たまごっちパークです。こちら、まあ、もちろんもともと持ってるんですけども、なぜ買ったか、安いからです。こちらは、まあ、ご存知の方多いと思いますけども、パワーメモリー必須のソフトなので、最初からパワーメモリーが入ってます。こちらですね。パワーメモリーが入って、480円ですね。かつ、変な音。いや、ダメだな。もうちょっとキス。480円で、まあ、パワーメモリーが
この特殊のピンクのファーメモリが手に入るならいいかと思って、そのスリラーで買い物するついでに買いました。まあ後で中に何のデータが入ってるかも確かめたいとこです。今日紹介した2022年入手サタンソフトはセガサタンで発見、たまごっちパークでした。こんなところか。今日は そこそこ早いかもしれないですね。まあ紹介も短いだろうな、多分。微妙なとこです。今日はちょっと早めに収録しました。いつも結構8時ぐらいに収録すると、もう時間に迫られて結局なんか10時過ぎとかになっちゃうんですよね。それではまた明日お送りします。